あとは、今まで、ダンスショーに出たり、ダンスのレッスンしてたり、あと、クラブで初めて会った人と一緒に踊ったりとかして、その人が楽しいなって思ってくれるのも、やっぱり私はすごく嬉しかったですね。嬉しい。喜びなのかな。で、さっきね、まあ、一応その、まあ、ちょっと今、なんて言うでしょうね、コンペとか出るのは違うかなってことで、踊るところから少しだけ離れていらっしゃると思うんですけれども、まあ、そういう踊る場がなくなって、まあね、何かあればいいなと、今模索中だと思うんですけど、やっぱり一番大きな違いは何でしょう、今までこうずっと踊っていた、で、ちょっと踊るのがなくなって、ご自身の中で大きな変化はありますか？好きなものだけ、好きを追求して良くなった感じはするんですよね。今まではやっぱり、好きもあるけど、求められるものももちろんあるので、ポジションで。求められるものをしっかり考えて、やらなきゃいけない時間がそっちに、時間をどうしても使わなきゃいけなくなっちゃうので、で、そこの時にちょっとダンス考えたくないなとか出てきたこともあったんですけど、今は一回そこを抜きにして自分が好きな時に好きなダンスをできる状況にしたので、そこはかなり心が楽になったところではあるかもしれない。そうですね、なるほど、逆にちょっとそうですね、そうかそうか。で、まあ、とはいえね、このいろいろこの何ヶ月かっていうのは人に会えなかったりっていうところがあったので、まあ、どうでしたか、この期間は、ダンサー愛子さんとして。結構ダンサーは苦しい状況で、ダンサーはやっぱり人がいっぱいいて、密集したところでワイワイと踊るのが好きだったり、どうしてもレッスンも生じゃないと伝えられないものが多くて、オンラインでのレッスンっていうのはかなり普及はしたんですけど、やっぱり家の中で踊るにしろ、制限はどうしても出てきてしまうので、思いっきり踊れる機会はなかなかなかったり、結構大変な 時期だった、とは時期だったと思そうなんですね。なるほど、なるほど。まあ、以前と今回でちょっと愛子さんの生活の中に占めるですね、ダンスの位置っていうものが変わったと思うんですけれども、時間的にもね、いろいろ位置的にも変わったと思うんですけど、その変化はどうですか？どういうふうに変わりましたか？かね、実際踊れなくは、このコロナのこの辺って最近角度。実際踊れる数とか思いっきり動けなくはなったんですけど、その代わりに、普段会えなかった地方にも友達が、ダンスのつながりで友達がいっぱいいて、その子たちと振り付けを交換し合って、一緒に振り付けを踊って動画を作ってみようとか、またちょっとやったことがないことをいろいろ楽しんではやってたので、好きなもので、ほどほどに ほどほどに楽しみつつ、みたいな。なので、あとは音楽の、好きな音楽をいろいろ探したりとか、あと、有名なダンサーさんがダンスについてもっと詳しく講義してくれたりとかもあったので、結構勉強、インプットの、今までできなかったインプットの時期ではありました。なので、マイナスではないかな。じゃあ、ちょっとまあ、距離はありますけれども、一応まあ、オンラインでつながって、そういうこともできたっていうことですね。それでもやっぱりこう違った意味の、まあ、楽しさだったりとか、違った意味のそういう喜びみたいなものは感じられたっていうことですかね。今までとは別視点が見られたり、いろんなことできたのは、良かったと思います。良かったって言った方がいいっていうか ね、でも新しい発見ですもんね、それはね。ですそれは、このコロナが明けたとしても、ある意味続けてやっていかれるような新しい発見だったんでしょうかね。正直コロナが。辛いところがあるっていうお話なんですけど、愛子さんのお友達のダンサーさんも皆さんいろいろそういうふうに模索されたり、ちょっと苦しいお時間だったんでしょうか、時期は。そうですね。私自身もこのダンスチームので、イベントとかやってたんですよ。クラブイベントやろうとか。それも今まで企画してたものが、どうしても人数制限だったりとかは出てきたり、
まあ、もちろん対応どういうふうに対策してたらいいかっていうのはあるので、不安を持ったまま開催するべきか、もっと一気に形を変えてオンラインを使った何かにしようか、どうやったら自分たちが楽しいなとか好きだなって思えるものを伝えられるかっていうのはまだまだ考え中で、何か本当に考え中なんですよね。で、まあ、ちょっとねコロナとかその距離があるっていうのはちょっと置いといてなんですけれども、ダンスをやら今までやられてきた中でこのシチュエーションが一番楽しかったですみたいなのはあるんですか？難しいな。ダンスバトルで、私ダンスバトルが大嫌いなんですよ。ダンスバトルっていうのは、その時かかった音楽で即興で、こう、踊り合っていくんですけど、踊り合って勝ち負けが決められるんですけど、私的に一番楽しかったというか、やってよかったなって思っちゃったのが、その時に勝ち負けを度外視して、大好きな曲がかかったので、もう下手でもいいやと思って、わーって踊ったことがあって、そういう時って、もう音楽以外何も見えなくなる感覚があるんですよ。もう本当自分と音楽しか聞こえなくって、すごいその感覚になって、まあダンスバトルとしては負けてしまったんですけど、後から、いや、あれはパーティーだったねっていう褒め言葉と、パーティーしてたねって言われて、私はそれがすごく嬉しくって、うん、大嫌いなダンスバトル。でだったけど、そういう一個飛ばせたところは自分の中でちょっと楽しかったというか記憶に鮮明に残っているとこ、踊ってるとこはもうパーンってなってるから覚えてないんですけど、すごい楽しかったなと。そうなんですね。それぐらいなんかこうもうその中に自然にこうなんて湧き上がると言いますか。はい。ダンスバトルって本当に運というか、あんまり踊りたくないなって思う曲の時ももちろんあって、この曲で踊んなきゃいけないのかって。私結構その好き嫌いが踊りにめちゃめちゃ反映してしまうタイプの人で、人によっては別にどんなタイプでもガンガン踊れますっていう人ももちろんいて、なんですけど、ダメだなっていう時は本当に踊れ、なんかもう体が全然乗ってくれないみたいになっちゃって、そういうノックがある中、そのパーンっていうのが体験するの。面白かったなって思ってます。そうですね。踊りに出ちゃうっていうのは、例えば、まあ、普通の私たちが気分が顔に出たりとか声の調子に出るのと同じような感じでダンスに現れるっていうことですか？うん、まさにそんな感じで、次どうやって踊ろうとか、あ、何しようかなとか、私今これ何ができるかなとか、余計なこと考えちゃう感じです。で、音楽もすごい、そういう時はなんか私の感覚はすごい音楽がちっちゃく聞こえてきて、どこで、どういう音楽かなみたいな探しながら、何しようかな、どうしようかなって思って終わっちゃうことももちろんあるので。うん。なるほど。うん。わかります。こうなんか理屈で考えると言いますか、組み立てながらやったので。そうです、そうです。なんとかしなきゃ、なんとかしなきゃっていうふうに空回りしてって。うん。